エホバの証人が近代医療を否定しているという言及がありました。詳しく調べられている先生らしくないと感じてメッセージを送らせていただいた次第です。もしこれ先空が地球の危機みたいなものを回避させて、まあ、ネタバレになっちゃうからあんまり言わないんですけども、地球人類を全部化石化しているところから回復してどうなっちゃうのかっていうと、多分その価値観の複雑さを先空は処理できないんですね。先空はイスラム教徒をどう扱うのか、復活させた後、復活させた後のアーミッシュをどう扱うのかですね。アメリカでいわゆる近代文明、産業文明以降の文明を全部拒否している、教団の人たち、アーミッシュというのをどうやるのかと、エホバの証人をどう扱うのか。エホバの証人なんていうのは近代医療を否定しているわけですから、自分の子供であっても例えば輸血は受けさせないということで、神に祈るということをやってですね、見殺しにしちゃう、結果的に見殺しにしちゃうことになるんですけども、そういう人たちを先空は彼らの信じていることだと言って許せるのかというと、漫画の中で描かれている先空のキャラクターとしては許せないはずなんですね。なぜかというと、科学と合理主義が全ての上に立っている世界統一、世界征服をしたからなんですよ。でもそこまで行かずに漫画がちゃんと終わってくれたから、この問題にタッチしなくて済んだんですけども、先空の思想でじゃあ、世界征服をした後、人類復活を成し遂げた後、人類はもう一回平和になるのかというと、そうはいかないんですね。トマス・モアっていう人がですね、ユートピアというですね、小説ですよね、で書いた通りですね、多数の価値観があればそれは世界統一ではないと、真の平和というのはたった一つの価値観か、たった一つの宗教でこの世界が一つになっていて、人々が自由を感じないっていうのが、まあまあちょっとこれ限定の方で話すんですけど、それがトマス・モアの考える世界平和のユートピアの定義だそうですけど、というなんか世界なんですね。一人目いきましょう。いつも楽しく視聴しています。9月18日分世界征服は可能かの無料部分最後で、エホバの証人が近代医療を否定しているという言及がありました。間違いです。輸血を受け入れないだけで、それ以外の近代治療を受け入れてますし、手術も普通に受けています。それこそコロナワクチンに至っては世間一般よりも割合的には多くが受けていると思います。信者に直接尋ねれば誰でもそう答えますし、観光物でもずっとそのように説明しています。誤解されるのは嬉しくないものの慣れてますし、この話題を扱ったゼミでもないので、訂正したりこのメッセージを取り上げたりはしないで大丈夫です。大体どんな分野についても詳しく調べられている先生らしくないと感じてメッセージ送らせていただいた次第です、ということでですね、どうも申し訳ございました。ふんふんさんですね、男性40代ニコニコですね、会員の方です。まあ、本当に誤解してました。僕はなんだろうな、輸血してないという事件で、まあまあこのなんだろう、エホバの証人のことを知ったのでですね、てっきり輸血してない近代医療を否定してるというふうに連想して、まあ、それの検討で喋っちゃったんですけど、すいませんでした。でも輸血しないから手術を受けるといっても、やっぱ受けれる手術には限界があるんですね。はい、どうもすいませんでした。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。